三島神社は、大分県薄木市大和井村に鎮座する神社である、大友市時代の薄木御社の一、武人たちの厚い尊崇を得た、伊予国大山住神社の分霊を祀った神社という、こともあり、戦国大名大友総林が、入道場に入場して、以来、大友市、大田和義、稲葉市などの歴代領主らの崇敬を集めた、大山住神を主催神に、菅原神、大都神、 豊タカ受信、ホンダ明の命、高尾神を廃止する。廃止の神々はすべて神社合詞に伴うものである。徳治二年、公安の役で武勲を立てた、伊予国の豪族を父詞の流れを組む河野六郎。通有の着難、河野通中が、再開の海賊退治のため、大山住神社の分霊を報じて都会し、薄木市芝生についたとされる。着岸後、通中は、 芝尾地区にある椎の木の下に仮殿を作り、その文霊を採取した。これが、当神社の旧宮,宮である、遠京元年、神仙があって、三通目が実ったという現在の地に、仙た。慶長元年から、宇の氏が始まり、明和九年には、薬病所の試し姉妹が始まった。文政十年、薄木藩第十一代藩主、稲葉照道が、老神、岡部俊人地方を使わせて、大敗。 平白を奉建し、安政6年には、薄木藩第14代藩主稲葉藩2が参拝している。明治9年に、薄木塩技井村に鎮座する4社を合祀して、井村神社と改称し、同18年4月にも、同塩技大,大野村に鎮座する1社を合祀。同年9月には、藤川知神社を合祀した。昭和4年3月に廃殿を改築し、同28年10月8日、 三島神社と社名を解消。慶長元年から4月初日に市場が取り行われ、布、農具及び器物などが売買されていた。この市は、布の値段を左右するほどに、明治に入ると、牛の多い地が開かれるようになり、盛況を呈していた。例祭は4月第3土曜日と12月10日で、4月第3日曜日に、春雨の市祭りが12月第1日曜日に、 冬の始祭りが行われる。三輪流、薄木神楽は、当神社の鮭社が、歴史的にも深く関与していたことが、様々な郷土文献により伺える。また、姉妹も行われ、これは、明和9年に始められ、薄木では、最も早いと見られている。獅子舞の特色は、獅子が、同意の中ほどに、弓と呼ぶ、道輪を入れること、尻には、カゴと呼ぶ尻当てを入れること、 サルメンの太鼓打ちがつくこと、笛吹きが片絹をつけていることの4点である、稲荷神社、祇園社、地主神社の3社がある、JR 日報本,本線、熊崎駅下車、徒歩5分、ありがとうございます。